本日は記録をスカンパニーがあるようやく秋吹幕で今年の夏は暑かったよねにお越しいただきまして誠にありがとうございます。開演に先立ちましてお客様にお願いございます。本日のライブは19時半頃を予定しております。途中おトイレ休憩の時間は設けておりませんので演奏中であってもお構いなく各自行っていただいて結構です。気になるよね。そうですか、はい、間もなく開演です。ロビーのお客様は自分のお席にお座りになってお待ちください。Thank you.
今日はお忙しい中ですね、はい、足元の悪い中、はい、寒い中、寒い中、ヒロコースカンパニーライブ、はい、ようやく秋行く街で、はい、今年の夏は暑かったねという長いタイトルのライブに来ていただきました。ありがとうございます。朝からね、僕ね、浴衣姿にして、朝からね、アーティスト写真何かって言われて、さっき理科さんにね、ちょっと注意されたんでね、はい、もう違う写真になっちゃったって、誰か撮ってください。あ、じゃあ今日はでもね、写真バンバン OK なんでね。そう、ね。それでは、今日はこれらのお客さんっていうのはあれですか、はい、テニプラのスタレミに外れた人。あ、そうね。どっち行くか迷われて、こっち選んでくれた。そういう人じゃないね。はい、そうね。しかしですね、これだけそのイベントが乱立の中で、ヒロコースカンパニーライブに来ていただいて、はい、本当にありがとうございます。お目が高い。お目が高い。そうですね。なんか羽織ってない？羽織ってる。これ、これ。あ、あ、あ。これ？僕かな？はい。はい。今日だけはね、今日だけは。3番、スタレビに憧れるのをやりましょう。やめましょう、はい、カエルを超えるために。僕はそっち行くね。いわゆる段取りがね、本番なく段取りをよく把握していないというね。スタンバイ、ちょっとヒロコースカンパニーの紹介を。あ、そうですか。まずヒロコースっていうのはこのお二人、ヒロコちゃんとヒロちゃん、はい、先ほど驚愕のダンスを見せてセクシーなのにみんな流せと笑うという。あのね、リハの時にもね、これがちょっと高いから、僕もびっくりしちゃった。あ、そうですか。ちょっと頑張ろうかなと思って。で、驚愕ばかりだったね。それでヒロちゃんが、津軽、あ、津軽じゃん。津軽から来たよ。ヒロちゃんがおこすけやね。おこす大好きです。ヒロコちゃんはそれほど好きかどうか知らんねんけど。どうだろう。まあ、おこすにちなんで、ヒロコ、ヒロコやけヒロコースになってね。それで、おこすにちなんでになると、好きですよ。ごめんなさい。そうすると、やっぱり社長は、もうこの人がいてないので、一夜会社で、僕が何宴会部長。副社長と広報部長だね。僕といたしたら、後でね、ご紹介する。長い。はい。M1 が入ってるね。まだ入手してるから。入手してる。はい。何言おうってくださいね。そうそうそう。で、僕と伊藤さんはそういうことで、ヒロコース関係してるので、それはカンパニーを作ろうという。ほんで、今のところミュージシャンは2組だけやからね。タレントさんはね。タレントさんね。そうそうそう。だから、広く募集してるよね。いや、募集してないよ。募集してない。これ、給料も払ってない。これ、プロモーションだよ。給料も払ってないのに。これ以上抱えられると思う。そうだ。なかなか。さあ。ね。僕はここでなんかスカウトするのかな。そうですよ。大丈夫か。これね、ちょっとね、落ちるの。はい。あ、ということで、放送6年じゃ、6ヶ月。6月ぐらいからね、これ放送してるね。半年練習してるね。いや、練習はあんまりしてない。練習。放送は。そんなこと言ったらダメ。放送は結構ね。はい。放送とかね。あ、いいですか。はい、大丈夫です。じゃあ、喋らないとね、お願いしますからね。じゃあ、2曲目、このヒロコースのお二人で行ってみましょう。僕もまた花本を。はい、お願いします。はい、曲の紹介お願いします。はい、じゃあ次はヒロコースが、はい、パパパパパピーの曲をやります。はい。はい、皆さん聞いてください。ワン、ツー、スリー、フォー。
うという前日にね、緊急連絡も回してないですね。すごい。あのね、あの皆さんチャチャするからね、カホバのバタとチャチャチャはせんかったね。そんなお心遣いありがとうございます。あ、それでは、それでは、あのね、先ほど言ってましたように、あの僕と内橋さんで、M&I、ね、K グライト1ということでね、あの初期、ごくごく初期の頃の、あのオフコースをカバーするというね、始めたね、2019年ぐらいからね、そうですね、すぐ20年であのコロナ禍になっちゃって、結局細々として、ね、コロナ禍の時にはなんかあのオンラインで、あ、やりましたね、なんかね、うんうん、両方とも向こう向いてなんかオンラインで、そうそう、仲悪いじゃん、こいつら。あ、そんなこともありましたね。それも仲も良くないね。そんなことないよ。まあそう、うん、まあそれはまた後々証明していきましょう。最近さ、M&M っていうなんかユニットが登場したんですよ。誰とは言いませんけど。僕ら名前変えるか。いやいや、名前変えるとまずいって、名前変えるとなんかちょっとこうまずいです。まずいか。あれは M&M は僕はどっちかというと T&M の方が合うと思うんだけどね。まあいいか。まあいいや、一言で。はい、ね、まずあの皆さん、あのごくごく初期の頃のオフコースの曲はご存じないかもわからないんですけど、まず1曲目は、水曜日の午後という、ね、あの今でこそ、ね、小田さんもあんなも、もうなんかあのドームとかにうわーって人が集まるぐらいですけど、若い頃は全然売れんかったんですね。あのチューリップとかね、売れてる時、あの井上陽水さんとかね、フォークとかやったらね、もう全然売れんかって、もうあのプロでやっていけんのかい、もう無理ちゃうかっていうような時に作った曲だよね。そうですね、はい、これね、あの、はい、あの、あの水曜日の午後というタイトルがね、僕ね、すごいと思う、はい、月曜日の午後でもないし、金曜日の午後でもない。金曜日の午後やったらさ、あ、もう週末だぜってね、やったぜってね、月曜日の午後やったらこれから1週間やから頑張るぜって思うか、いやー辛いなーって思うかでしょ。水曜日ってのはすごい中途半端よね。中途半端ね。それでね、あの頃あの2人がね、鈴木さんと小田さんはプロでやっていけるのか、はい、いやもうやめようかっていう中途半端やったよね。それをね、見事にこのタイトルが、はい、笑いすぎやね。よくわかりました。もうちょっと聞いてですけど、あれ、しゃべりながら、この曲はごめんごめん、こんな喋ったら90分で終わらない。ちょっと待って。この曲はあの、小田さんが作詞作曲やねんけど、はい、その A メロのところはライブでは鈴木さんが歌うね。そうです。で、あの一谷さんがあの小田さんの役やから、僕は鈴木さんの役なんで。それでもあのサビになるとそれがスイッチングして、リードボーカルが小田さん、あ、つまりあの一谷さんに変わるという、そのスイッチングの妙なんかもね。見ていただけたらなと思いますね。楽しみです。みんなバッチリですよね。ハードルは出すのも聞かせてもらいます。いいですか。バッチリ、はい、はい、水曜日の午後聞いてください。Thank you.
編集カット作らないで。あ、そうか。ちゃんと、まずね、今ね、二人でやってて、とってもね、市橋さんと歌ってると気持ちよくって、僕ね、鈴木康弘さんの曲好きやって、それで、でも、鈴木さんの曲歌うと思ったら、小田さん役が必要やんね。はい、で、小田さん役、歌える人いないなと思ったら、森めぐでね、ちょうど、6年ぐらい前かな。そんな前かな。今写真と、お互いにね、ほんで、あ、これやと思って、でも何回も、一緒やろよって言ってたけど、最初で、あ、シャイやん、彼。彼ね、シャイやねん。人見知りなんだ。ケイコなんか知らねえぜとかね、ほんで、ね、こんな感じだけど、やっぱり散歩の例でね、3回ぐらい言ってね、4回、そんな言うよったら、やってるか。そんな偉そうなことですね。そんな偉そうなことですね。ほんでね、その初期の頃のオフコース、僕たちリアルでは僕は知らねえ、でもさよならぐらいからオフコース好きになって、それで若い頃の2人のやつを聞いて、もうすごく感激して、まあ、やりたいなと思って、それでまあ夢が叶ったんやけど、はい、まあ、あの頃のオフコースを、はい、懐かしもんですね、初めてね、ほんでそのうちね、あの頃のオフコースを再現しようってね、今ちゃうね、あの頃のオフコースを超えようって。僕ね、石橋さんだったら超えると思う。石橋さんもね、村井さんやったらってね、村井さんやったら超えれるってね、そういうことは全然言ってくれない。多分ね、今日来てるお客さん、この話10回ぐらい聞いてると思う。多分ね。これ何回も言いたい。ね、何回も言いたい。ね、さあ、次は、次は3枚目のね、ワインの匂いというアルバムに入っている、愛の歌というのをやるんですが、この歌の聴きどころがあるんですよね。あるね。やっぱりね、鈴木康弘さんの下のコーラス。素晴らしいね。僕あれこれ聞いた時ね、本当素晴らしいコーラスだな。また話振るんじゃなかった。いやいや、これね、最初ね、伊集院さん歌ったの聞いてて、ああ、素晴らしいなと思って、これに下でハモると、さらに素晴らしい。はい、行ってみよう。はい。そうだね。上の歌よりも、下のコーラスが難しい。すごい。そこが聞きどころです。はい、では美しい下のハモリを見事に歌いこなす村井先生のコーラスボーカルに注目しながら聴いてください。愛の歌。過ぎゆくは若き日々、No, no, no.
ハードル高いですね。その前にね、うん、僕ちょっとすいません、マイクで調べてみます。白くないんだから、ね、僕ね、春に静岡行ったんですよ。その話長い。その話長い。あ、見るか見るか。ね、もう静岡とってもいいとかね、お茶畑がずっとあってね、天気もいいしね。それね、お土産ってね、お茶に関することばかりね、お茶ケーキとかね、お茶マフィンとかね、なんかお茶チョコレートでしょ。ほんで、パッと見たらね、プリンがね、あ、プリンや、なんて呼ぶかなと思ったらね、チャップリンって。面白い。面白い。チャップリンのスマイルという。あ、これからジャズというよりも。かっこいいですね。ジャズというよりも、ジャズね。いやいや、これはポピュラーの、アレンジなんですよ。はい。
big smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you get by. If you smile, if there are sorrow, smile, and maybe tomorrow you see the sun come shining through for you. あ、そうですか、はい、今年の発表会の曲が今からやる曲なんですね、はい、ね、あんまり素敵だったんで、はい、今日もう一回やってほしいっていうふうにお願いしたところ、はい、心よく今日も朝から何回も弾いてましたから、はい、じゃあ先生、あの素晴らしい先生なんでね、あの私があまり弾けないんでいつもお家ではきっと弾けるよねって言ってくれはい、そう思って、はい、頑張ります。じゃあ、はい、曲の紹介ね、はい、はい、フォローミーです。はい、はい、
ご存知ですね。これはすごい失礼みたいね、はい、さっきのスマイルが一言で言うと、笑う角には福来た。この大食いは一言で言うと何なんですか。何なんですか。え、私を奪ってみたいな感じですよね。そうね、全部奪ってってね、はい、心だけうまくあなたがっていうね、ちょっと恨み向いたね。なんか私の全てをどうして奪ってくれないのっていう。かわいい。かわいい。はい、ということで、4人で歌うよね、こんなね。はい、そうです。僕たちヒロコスカンパニーはね、皆さんボーカリストだよね。やってしまう。ボーカリスト、楽器。そうなんですね。そうでした。そうでした。だから4人で歌うと思います。これはそもそもね、M&I のレパートリーなんだけども、はい、今回4人で楽しくやろうということで、短い曲なんですけどね。はい、準備は皆さんいいですか。はい、少年の夜というこれで、はい、いいですか。音いいね。はい、ワン、ツー、スリー、フォー。その手を伸べてみれば、どんなに寂しいあなたにでも、誰かが愛を求めて、あなたのもとへ訪れるだろう。でもやわらかで、練習する人、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、60、61、62、63、64、65、66、
ちょっと考えてみますか。そうや、これでね、うん、ああそう、信じられるか、こんな感じでできそうかを、はい、デモ音源みたいな、はいはい、こんな感じどうですか、はい、あと西山公園か、その先で
天然アユ料理からね、ぱっと見どこに店があんねんってね、あの塀の向こうに確実に店があります。僕も 2,3 回は行ったことありますけど、天然アユ素晴らしい、ぜひ皆さんもご一緒に会え。松尾芭蕉が来たよ。芭蕉が来たの、うん、で松尾芭蕉の、ね、人がね、あるわ。どうか天然アユの入りの松尾の声をやってきました。この結構見てください。ずっとね、ああ、日本海が見えますね。あ、そうです。そんなのかよ。なんか見えるでしょ。日本海っぽい。日本海っぽい。日本海っぽいね。そしてこの薬が流れてて、その向こうの医科大学というか、あの医学部見えますね。そしてグリーンセンターがあって、山、こんもりした山でしょ。あの、こんもりした山がちょっと入ると竹田地区ね。ああ、なるほど。竹田地区。ここでね、こちらバックしてね、はい、丘を渡る風やったっけ。ちょっと待って、その発掘現場がね、保存されてる。あ、すごい。Thank you.
長かったね。申し訳ない。ごめんなさい。これ3分の2くらいで見たからね。そう、はい。長かったね。ねはい、もう途中でトイレ行きました。行きました。はい。でもまあこんな感じで、ねはい、結構練習が楽しかったですよね。はい。次がひろこですね、はい。はい。じゃあひろこさんが準備をするという。今の曲はね、ランナウェイという。あ、そうそうそう。うん。セトリだけ見るとラッツ&スターかと思うんですけども、これはオフコースの、初期の作品でランナーウェイという曲なんですね。あ、はい、次はヒロコースから、はい、はい、ヒロコースから、ヒロコースの一番新しいレパートリー、新曲でございます。新曲ですよね。セトリに新曲ってもう書けないか。もう書けない。はい、難しいです。はい。ね、しかも今初めて立ってやるという。そう。昨日まで座ってたんで。そうそうそう。はい、そうですよね。はい、お姉様、はい、次の曲は、はい、チャリアンスの万里の川。ね、はい。はい、頑張よう。どれだけ待てばいいの
さあ、次はちょっと今までにない組み合わせ、初組み合わせになるのかな。はい、ひろこちゃんと僕はもう10年以上も一緒にいるけど、実は一緒にやったことないよね。なんで？マサイなのか。あ、そうだ。どういう人あ、これね、今の歌詞もすごい歌詞ですよね。私の髪があなたのところまで伸びたらってどんなんすかね。でも その思いがね、そういうふうに表現する思いがどんな思いかというのを感じると、なんかじんとくるまるね。そうですね。ありがとうございます。私の首があなたのところまで伸びると、どぶろ首になりますけど。で次の曲は僕の大好きなチューリップの、ちょっと待ってね、サボテンの花なんですけど、このサボテンの花ってなんか歌詞変ですよね。変？そんなこと変なことない？だってね、ほんの小さな出来事に愛は傷ついて、はい、君は出ていたね、はい、でも手袋は編みかけた。洗濯いやいや、でもね、そうかも分かるけどね、洗濯機は途中洗濯機途中で急に思い立って出かけるっていうのはどんなことがあったのかな。違う、それ全部貸し話すつもりだよ。でもそう思えへん。それとね、2番へん。2番は鍵、僕も出ていくんですね。部屋に鍵をかけた時になぜか涙がこぼれた。それなぜかになって、それは悲しい目やんな、ほら。だからなぜかないらんねんて。だからこれは大地さんがここなんか埋めなあかんので無理やり引かんのです。あ、YouTube やね、これ大地さん、大地さんに言うよ。降り注ぐこの雪のように
やっぱり変な音ですよね。それより僕はあのこの譜面台が気になってしまって寝なかったでしょ。で僕のこと。すいません。せっかくねあの英語会談にごめんなさい。はい。さあこの組み合わせになると次はこの組み合わせと。ね。どうカホンやったっけ？カホンやった。カホンね。はい。あ。ココちゃんの学校ってどうせなんかここは噂になった。なりますね。じゃあ僕が書きますね、はい、今からやる曲はですね、八重田ひつみちゃんの曲です。これはね、小田和正さんがやってるクリスマスの約束っていう番組の、2006年の時に、八重田ひつみちゃんがゲスト出演して、その時にその番組のために書いた曲なんですね。あのこの2006年という年は佐野元春さんなんかも出て、なかなか豪華な年だったんですけどね。はい、でその、クリスマスソングですね。はい、はい、クリスマスソングですね、はい。恋する乙女の曲です。うんうん。うん、はい、どうぞ。はい。それでは聴いてください。恋います。Thank you.
緒に歌える、ね、曲、はい、そうね、はい、歌える曲を用意しました、これも僕の大好きなキングの心の旅、皆さん歌いますよね、一緒に歌いましょう。あ、まだ準備してるね、はい、先ね、小田和正さんの話してってね、そしてチューリップの財津和夫さん、同じ年だよね、76になるのかな、76ですね、はい、財津さんは2年前に大腸がんで、ね、手術もされてると、今もお元気になって、僕はチューリップもファンクラブ、財津和夫さんもファンクラブ入ってますので、チューリップも行くんですけど、チューリップのライブはね、昔の曲ばっかりだね。それがまたとってもね、同窓会みたいな感じでね、嬉しいんですけど、残念ながらのギターの阿部さんがね、亡くなられたから昔の音は再現できないんだけど、やっぱりギタリストって、ね、同じフレーズを弾いてても、もちろんね、その人が違うと、でギターが違うのもあるんだけど、やっぱり先生じゃないね、それでもやっぱり素晴らしいね、はい、今度ね、ね50周年、55周年やったっけ、50周年か、50周年ツアーされてて、ほんで福岡が最後やってるの、僕行ったよ、福岡まで、うん、ほんなら、延長しますって言って、ほんで石垣やんみたいな近くに来られたね、はい、というような話をして、さっきもね、市原さんとね、私も70超えても歌ってやるぜ、お一緒に歌おうぜって、そういうことは全然言ってくれないね、言ってくれない、歌いましょう、歌いましょう、心の中で思ってるところね、やっぱりシャイアンからね、分かってるんですよ。でも音楽はずっとやっていきたいですよね。はい、70代っていうのはね、ちょっと鬼門ですね、最近ね。最近ですよね。大橋純子さん。さあ、とにかく、ね、はい、いつもね、達郎さんが最後にね、はい、みんなかっこよく年取ろうぜ、ね、うん。それね、とってもね、いいよね。うん、もういい言葉。若い人はあまりいないでしょうね。いらっしゃいますよ。そういうことで一緒に歌って盛り上がりましょう。行くよ。はい、出た、はい、はい、じゃあ、はい、ヒロコスカンパニーライブ、はい、はい、楽しかったね、はい、夢のような時間でした、はい、ありがとうございました。本当にじゃあ、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございます。まあ、ワン、ツー、スリー、フォー、僕の心を知って
ありました。ありがとうございます。次が問題、はい、次が問題、次がね、一番頑張ったやつね。この曲は3回チャンスください。3回戦あり、一発で高橋さん行くよ、一発で。今度はウィケットがランニングするんだから、そうそう、本当に